龍の龍のどうも龍のです。みんなお久しぶり。元気だった？向こうに元気だよー。というわけで今回は久しぶりにメイク動画を撮っていこうかななんて思ってます。まあいろいろ喋りながら。動画撮ってきてなかった期間のこととかも喋れながら動画撮っていこうと思うので、最後までよかったらご視聴していただければ嬉しいです。それではやっていく。まず、メガネを買ってもらいました。誕生日プレゼントで、仕事場の先輩に買ってもらいました。タディガー、タディ、はい。ありがとう、と、はい。ということで、カラコンをどうしようかな。もうね、カラコンじゃなかったらただのね、ドブネズミみたいな顔面なんで、最近この3つを買ってみたんだよ。でもなんかどれもって感じさよ。とりあえずつけてきます。よっしゃ、コンタクト入れればもうこっちのもんよって感じで。今日使ってるカラコンはこちら、エバーカラーワンでパールベージュを使っております。こんな感じ。はい、スキンケアしたんでメイクしてきます。でここ見て、ニキビ、まあ見ての通り太ってしまって、すいません。ちょっと今またダイエットを始めてみてますね。はい、すいません。2日目なんですけど、すいません。またより痩せるようにちょっと頑張っていきます。セザンヌです。でさ、最初に自分が言いたいことは、まずね、携帯を盗まれたってこと、それを言いたかった。で、盗まれたってどういうことなると思うんだけど、まずね、自分は仕事を終えて電車に乗ってたわけよ。もうなんか眠たくて、もうクタクタで、それで完全に夢の中だったわけよね。で、自分の隣には男の人が座ってて、で、ここはもうあれよ、一番端の席だから、ここはもう誰もいない状態。ここに人、男の人が一人座ってて、で、もう自分も目つぶって、もうこんな感じだったっけ、もう、すやすや、みたいな感じだったよ。で、ちょっとだけ思ったのが、隣に座ってる男の人の距離が近いなってちょっとだけ思ったわけよ。もうなんか、肩と、ここ全部くっついてるみたいな。で、なんか近いなと思いながら、もう自分も眠たすぎても、そんなのお構いなしだったわけ。で、ちょうど持ってたのはこのバッグなんだけど、このね、ちょっともう、錆びて汚いバッグなんだけど、これをね、こういつも背負ってるんだけど、で、ここをこう開けて、ここに膝に置いても寝てたわけよ。こうやって。ここにね、こう。で、ここに携帯財布入れてたわけよ。で、降りる駅になってからもパッて起きて、あ、出ないと思って、立ち上がりながら、カバンに手を入れて、携帯と思ったら、あれ？携帯がないってなって、振り返って自分の座ってた席を見ても何も落ちてないわけよ。待って、取られた？さっき隣に座ってた男、あいつ。どこ、あいつ？いない。みたいな。しかも、その人も多分その駅で降りてるさ、一緒の駅に。何？一人一人も、こう、
ハンターかのようにこう見て、違う。小走りで行って、前の方の人も見たけど、全員違う。死んだ、みたいな。はい、お疲れ、みたいな。それで、僕は携帯を失うことになりました。ありがとうございます。すいません。本当に盗んだやつ、マジ。この動画見てたら、ぶん殴ってやる、マジ。自分、まず、インスタとかツイッターとか TikTok とかさ、YouTube とかさ、全部やってるからさ、どうしようみたいな。全部失ったわけよ。めんどくせえと思って。で、まあ、会社の、上司の人が、自分が、使ってない携帯あるから、まずこれ使えるようにして、連絡取れるようにしようみたいな感じで、今この、撮ってるこのスマホが、借りてるスマホなんだけど、それでなんとか、いろんな、もうマジで時間かかったからね、ログインも頑張って、今のところ、ツイッター以外は全部、ログインできたんだけど、まだツイッターがめんどくさくてできなくて。だからまた別の今アカウントでツイッターやってるんだけど、新しく作ってね。もうマジでだるい。あいつ何？あいつ。絶対あいつだよ。もうね、誰かわかんないのに決めつけるのおかしいよとか思う人もいるだろうけど、わかってる。あいつ。隣に座ってたあいつしか自分は考えられないから。ムカつく。まあね、自分もカバンをね、こんなおっぺろゲーでさ、開いてさ、寝てるのは、それは自分が悪い。そう、自分が悪い。閉めておきさえすれば、取られることはなかったの。でも、取る人も悪いからね。ね。人のものを盗んじゃいけないんで、わかる？襲われなかった。大丈夫。どうにもならないってことはわかってるんだけど、もうこの気持ちを、もう、ぜひ、みんなにシェアして、気をつけてねってことを伝えたい。本当に。みんな、気をつけて、本当に。自分もさ、携帯なくしてからさ、もう怖いもん。もうカバンちゃんと閉めるようにして、もう寝ないように頑張ってるもん。電車の中で。だってもういつ何されるかわからんし。だからみんなも気をつけて。っていう、不幸話でした。ありがとうございました。プラス、ちょっと眉毛切ります。すいません。で、待って、コンシーラーにテープついてる。よいしょ！やばい、もう10分経とうとしてる。待って。長い。喋る話がありすぎて。困っちゃう。投げ来ます、100均。これさ、このカメラすごいよ。スマホなのに。ほら、これピント合わせてくれんの。これ iPhone じゃしてくれないんじゃんみたいな。ほら、ねえ、すっごいでしょ。でもあんまりなんか画質良くなくねみたいな。貸してくれたから、ね、ありがたく使わせていただいてます。今日は丁寧にメイクしようと思って、結構なんか毎日メイクしてないんだよね。毎日のようにメイクしてなくて、なんかもう自分の気分でメイクするんだけど、やっぱりメイクした方が気分は上がるさ。今日メイクして動画撮ろうと思って、あ、じゃあもうメイクする動画撮っちゃおうみたいな感じで。ちょっとなんか変だね。交差点で君を見つけた時、なんかこのさ、携帯のこの発色ってなんかちょっとピンクっぽくてなんか嫌なんだよ。借りてもらっていいのなんで。最近本当になんかイライラすることが増えてしまって、
落ち着け自分って思ってるんだけど。でもなんかめったに自分怒らないから、なんかこういう怒る感情も大切なのかなってちょっと今思った。なかなかストレス溜めることはあんま良くないんだけどね。てか聞いて、宮古島帰ります。年末にちょっと遊びに宮古島に帰ろうかなって思って、ちょっと今チケットを見てるところで、やっと何年ぶり ?2 年ぶり、約2年ぶり、もうすぐ、あ、待って、3年ぶりかもしれん。え、嬉しいわ、みんなに会える。あの、メイク帰っても動画投稿ちょっとしようかなって思ってるんで、あの撮影を、メイクでも撮影しようかなって思ってるんで、だからそれこそメイク帰るからちょっと痩せて帰ろうかなって思ってる。あの、宮古島のね、おばあのね、動画もね、またね、撮ろうと思ってるんだけどね。今もうちょっと作戦練って、撮ろうかなって感じ。どんな風なのが面白いかなとか考えてる。なんかもしリクエストとかあったら、おばあだけじゃなくて、おじいも、あと JK も、なんか都のヤンキーもやろうかなとか思ったけど、あんまりなんかパッと浮かばないんだよね。ヤンキーと関わりないから。パッと思いついたのは、あの、霧の紅茶のミルクティーめっちゃ飲むやついるとか、あとなんかあの、よくわかんないの。なんか、ここが白で、ここがカラーの、ここ以外カラーで、ここは白のなんか、こういうな、こういうキャップをよく被ってる。あと、なんか、パワーンダーみたいな、なんか、あの、パツッとしたの、野球部が着るようなので、パツッとした、なんか、このピタカとしたの、なんて言えばいいんだって言えばいい、なんか、パワーンダーっていう、パワーアンダーのやれを T シャツの下から着てるとか、変なサングラス、なんかこう横長の、なんか、よくわからん。なんか、お父さんのお下がりみたいな、なんかそういうサングラスつけてる人とか。そんなこと言ったら、ヤンキーに叩かれるかね。実家帰ったら、何しようかな。とりあえず、家族に会ってみんなでご飯行きたい。さよ。ご飯行きたいし、カラオケ行きたい。あとは、家族でカラオケ行きたい。ドライブも行きたい。で、友達ともカラオケも行きたいし。てか、なんか昔やってたことを今やりたい。昔はね、まだ都にいた時は、オールでカラオケやって、あとはビリヤードやったり、さっきの、オールでドライブしてたり、海行って、ぼーっとしたり、夜中に、歌ってドライブしたり、ほぼドライブしかしてない。今帰ってもさ、前みたいな感じ、なんか前みたいにさ、なんか、遊べるのかなとか考えちゃうさ。子供いる、友達もいれば、なんか仕事し、ま、みんな仕事してるさ。そう考えるとなんか、前みたいな遊べなかな。ちょっと寂しい気持ちなんだけど、遊んでやってください。四角なんか、何これ、四角てかさ、ずっと今黒髪なんだけど、髪色変えたいなっていう気持ちがまた出てきて、
でも何色にしたらいいかわからないんだよ。何色がいいと思う？無難にミルクティー色みたいな、ちょっと明るめのミルクティー色みたいな感じでもしようかなとか思ったけど、なんか赤もいいなとか思って、赤可愛いんだろうなみたいな、ちょっとボルドーっぽいやつ、なんか原色じゃないよ、ちょっとボルドーみたいな感じや。やっぱ26分だよ、やばいやばいやばい、早くしないと。あなたが欲しい、あなたが欲しい。まあよしとする。今日はこれデジャブ、これを使ってやっていくんだけど、これめっちゃいい、これめちゃくてめっちゃよくて、毛先はこんな感じ、さすがに細い、これはさすがに細すぎる。これをあえて下に上げるのではなく下に、そうすることによってうつろな目になり、ちょっとこう雰囲気のある感じになるのではみたいな、雰囲気あるみたいな感じで、普段もこういうメイクしてないからさ、アパレルやった時はもうクソバチクソメイクしてたけど、もう最近全然やってなくて、もうなんか仕事とかすっぴんみたいな感じだから、ちょっと変かもしれない、こんな感じですね。あなたが欲しい。血色やばい、見て、あのさ、画面と実物色違いすぎてやばい。それはさすがにクソ。ハイライやってないよ、ハイライハイライやってないよ、ハイライヤーなんか、どこや、あった、めちゃくちゃこれ最高やねんけど、見てこれめっちゃキラキラしてるねんけど、これ当てるやんか、めっちゃ光ってる。バリ光ってるやん、バリ光ってんねん、見てやばないこれ、最高やん、これこれ最高やんか、すっごいなんか見て、撮るやん、撮るやん、撮るやん、つけるやん、やらん、やらん、やらん、見て、やばな、えぐない、見る、やばない、見た、見て、見て、いいか、いいか、えぐ。髪セットしていきます。うん、男性イムニド、疲れた、久しぶりにメイクすると疲れるもんなんだな。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。今日はダラダラと喋りながら、久しぶりにメイク動画を撮ってみたんですけど、いかがでしたか。ある意味復活みたいな感じで、これからも動画を撮って、更新していこうと思うんで、これからも見てってください。はい。よろしくお願いします。はい。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。またな。